今の子たちはもらえてないんです。この事実は変わらないんですよ。いつかは充実していく、その方向ももちろん第三世でめっちゃ応援していきたいと思っておりますけれども、今、これから日本を支えていこうと思う学生たちが、私たちって外国人より優遇されないのと、私たちの方が見てもらえないのっていう思いを抱いた人たちが、どうして日本のために将来この国を支えていこうと思えるのかと考えたときに、これは早急に日本人の方が恵まれてないよね、なんていう言葉が出てこない制度に変えてほしいと私は強く思います。日本 に留学生を入れるなとか、排除しろとか、一銭も出すなと言ってるわけではなくて、日本という国を支えるのは、まず日本の学生であり子供たちがいて、その上で交流して切磋琢磨というのがあるので、どうしても今の世の中の流れやこの国示を見てると、外国人をどんどん留学生で入れて、そのまま優秀な人材として使って、日本人はいいやと言われてるような気がして、子供たちのやる気を奪ってるんじゃないかというので心配をしているというところです。いろいろお話しさせていただきましたけれども、これから少子化の中で日本を支えてくれる人材づくり、しっかりと支えていただきたい。